将棋将棋の先方振り飛車中飛車原始中飛車原始中飛車は将棋の先方中飛車の一種序盤早々に中飛車を決めあとは五筋をついてさらに中央へ銀を繰り出す初手から五六歩や五八飛として中央に戦力を集め中央突破を狙う一般に玉をほとんど囲わず威力のまま戦うことが多いさらに初心者の場合金銀も ほとんど動かさずに、飛車、角、かつらだけで攻めようとするケースも多い。相手が人形を整えないうちに、中央突破が決まれば必勝であるが、大抵は出足を止められてるせいになる。あまりにも単純なので、中飛車側が攻め切るのは難しいというのが一般的な見解である。このため、プロ騎士同士の対局で出現することは皆無に近く、 アマチュアでも有段者が指すことは極めて少ない先方である。ただし、アマチュア大会では、タクシー運転手の石戸忠が、原始中飛車一本で1980年、1981年と、続けて、朝日アマチュア名人戦福岡県代表となっており、将棋マガジン1982年4月号、対局日誌で紹介され、これで勝ちまくるのが痛快であり、 いろいろなことが浮かぶとしている。またかつて、第18期永久順位戦10月5日にて、増田構造球団は、対、加藤博二十八段戦でこの戦法を用い、上席で中飛車列勢とされている局面から新手を放って勝利しており、数少ないプロ公式戦での実戦例となっている。第3図から4三金が、受けの手段で、口述の手順で先手差し切りというのが、 従来の見解である。しかし、そこから四六歩が、マスダの用意した一着で、次に四五歩を見せて、角のラインを生かす。以下も攻めをつなげたマスダが解消した。この手順は、その後プロ公式戦では登場していない模様で、マスダの寄付を発掘した、マナベ・カズは、その後この手を用いた騎士がいないのはなぜか。と首をひねっているが、二千年代以降の先手中飛車。 ご機嫌中飛車では一飛車側が五筋をつかず、逆に位を取らせて刺す刺し方が多く、この線形になりにくくなっている。ご手が原始中飛車で、下の第一から一図から五五歩同,歩同歩同銀と仕掛ける。これに対して先手は二四歩同歩に五歩と次歩の反撃に出るのが攻守。一下二五同歩同飛三四歩に四歩で、先手優位。ただし、第一から二図のように、 先手人が五筋の備えができていない場合、五五歩同歩同銀に対して、先手がに四歩同歩に五歩と次歩の反撃に出ても、三四歩に四歩には、今度は五六銀があり、二三歩制には八八角なり同銀に七歩が成立する。以下一八飛なら二三金、また二七同飛なら六七銀なりから五八角などの強襲が効く。このため、 1> 第1から2図から5五歩同歩同銀には58、金右として、第2から1図への局面に持ち込むことになる。第2から1図は、上記、第2図から5手が5五歩同歩同銀と仕掛け、以下57銀右にも6歩とするが、先手は66銀と交わす。以下66銀同歩から57銀にも67、金として、68銀同金に再度五57銀としても58歩で、攻めは続かない。 戦術のように、有段者以上との対局では、有用な戦法とは言えない。一方で、将棋ソフトは、上席系の将棋では強くても、このようなイレギュラーな戦法への対処がしにくいケースが、多いため、思わぬ勝利を得られることもある。かつて、将棋世界1983年2月号で、上席実験室のシリーズ企画で、堀口孝二対、室岡克彦が、各の変え方で、 後手拒否者側が有利な指定局面として刺させて、結果は、先手中飛車側が勝利している。ただし、中飛車側をもって刺した堀井口は感染期ではやはりこの、中飛車側の線形は刺しにくい、としている。ありがとうございます。